ようございます。今日もこんな感じで、裸足で、ちょこっとだけ気分が良くなる程度に走っています。運動のやりすぎは早死にする。ほどほどが最強という、運動のための健康のマインドセット、心構えがあるんですね。このように走る有酸素運動のやりすぎは、体に悪い、体を酸化させて老化しやすいというですね、説を、他にも体にいろいろデメリットがある説を教えていただきましたので、走る回数を減らして走る時間を減らして、あくまでも運動習慣を身につけるため、心の修行、意志の力を身につけるために、そしてあなたに元気とエネルギーを届けるために、こうやって走っています。